どうも、キスケです。ということで、紫の人造人間21号が覚醒じゃないわ。貫突したということで、前回覚醒の21号と組み合わせて、打撃モリモリで殴っていこうかなと思います。はい。で、Z アビリティにちょっとね、人造人間の体力上げ採用して、まあ、できるだけ長く戦えるようにしております。はい。お願いします。まあだから、人造人間21号と合わせて、体力2積みっちゅうわけですね。はい。おじゃーす。おじゃーん。はい。OK。射撃のさ、コスト下がんのこれ嬉しいよね。もう一丁いっか。いいタックル。向かってきてくれてありがとう。削りきれない。来るね。ナイス。さあ、何事もなかったかのように今から試合スタートみたいな感じになってますね。この21号トリオマジで強いと思うんだよな。バフがすげえ乗るからさ。ん？マジ？21号に18号に変えないのか。女のほっぺをそんなバチン叩いてさようできますね。そんなこと、これ速攻ライジング打っちゃう。あー、いや、いっか。コンボできるだけつないで、でライジング打とうか。はい、終わりにするわ。オッケーオッケー。21号強くなったね。父でかすぎよね。ほんでなんでこんなでかいの。いいことなんやけど、もちろん何も悪くないんやけど。おっと、ラッキー。このまま削っちゃおうか。はい、究極アーツまで行きたいですね。ちょっと強え。打撃で9月多分18号に変えてくるよね。 OK、 そのまま食らってくれんのやったらありがたい。動き封じんのマジ強すぎひんか。カメカメハ。はい、攻撃の手を休めへんよ。当たらない当たらない。ダメ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 だよ、カイジ君。はい。贅沢の仕方が下手っぴさ。ちょっと回復したね。はい。さすがにいけるか。オッケー。あざした。つえ。はい、マッチングしました。あー、これ強そう。めちゃくちゃ強そう、これ。パーティー。いや、俺、レジェロパーティーマジで強いと思ってて。めちゃくちゃ硬くない？これでいこうか。いや、レジェロ5テンクスが結構重たい。超強い。で全員再生持ってるからさ、親子ご飯に結構削られるでしょうし、その辺はまあちょっと不死身のパーフェクトセルと相談しつつちょっと戦っていけたらなっていう感じで。おま、結構悩んでんね。紫は入ってないんですよね。じゃあ緑出したらよかったんじゃないかってなるんやけど、多分相手も青色出してこないと思うんですよ。せやからあんま意味ないと思うんだよな。出しても。沼さん。よろしくお願いします。射撃圧。きついね。開幕必殺圧食らったら、一気にやる気なくなるんだよな。マジで。
やる気がっくん下がるんすよね、はい、うーわーってなるからさ。最速、はいはい、いやー21号の待機カウント短いのいいよこれ、はい、打撃圧多いのもいいね。このまま削っちゃおう。ほら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 、痛いでしょう。いやーレジェロコテンクスここまで削れんのはマジでありがたい、感謝です。はい、OK、 射撃、うわー合わしてくる、ナイス。これもうライジングやろ。あ、みんなで出てこないかったか。まあちょっととりあえずね、親子ご飯落としとけば、まあ、ラスワンにビクビクすることもなく、まあ、順当にいければ勝利をつかみ取ることができるっていう、まあ、そういう状況にしとけば美味しいんで。射撃いいね、タックルと間違えてくれたね。あかんか。ただそうだよな、変えるしかないよね、軽く出せへんもんね。これは相手もうギャンキツでしょ、ギャンキツ泣くんちゃう。きつすぎて、おい泣きたなるやろこれ。いくら時止めてね、そのライジングいけるからって打てないからね、回避するでしょう。はい、八つ咲きだ俺、苦しかろう。あー2連回避しない、基本的に一発で読まないとダメですね、これ。開幕タックルは良くないですね、メイン残ってるんで相手。避けないか、うーん怖すぎ。まあライジング飛んできたら21号で食らえばいいかな。はい、これでドラゴンボール増やして2周目視野に入れて戦っていきますか。はい、レジェロパーティー全部全開覚醒したらめちゃくちゃ怖いっすよね。タグオもう一丁、 OK、 はい、うまい。はいはいはい、つえ強い、皮剥がしてで右頬を引っ叩いて左頬か、はい、ナイス。よし。さあ、ラスト。我慢できない。さすがに無理か。気力奪いまくったろう。気力奪いまくってこっちのバニシング回復させてもらいますよーっつって、やべ、 OK、 まあもうこれでバニシング削ったんで勝ち確だと思います。21号の必殺でも落ちるんでこれも有利属性で受けちゃって、でライジング飛んできても問題なく勝てると思います。はい、行くぞ。
尿意棒で突っ込んでくな。はい、あざした。この私が宇宙最強のパワー。はい、マッチングしました。髪の毛パーティー対戦やっていきましょう。お願いします。21号セクシートリオでいきますか。358、何なんでしょうかねこの数字は。さあ、いや特殊カバチェンうざそう。特殊カバチェンやだ。まあまあまあええわ。いや帰んでよかったか。OK。 はい、さあ行きますよ。ヤクザヤクザヤンチープレイ。はい、ドン。これ強いんだよな。まあ、当てづらいけどね範囲必殺は。はい、まあまあまあいいでしょう。え？え？ありがたし。ほい。あら。油断したね。あなたはどんな味がするの？まずいね。これまた。まあ、体力は回復するけどね。最悪。もったいね。いや、マジバカうま。バカード三昧。寿司三昧。ライジングスカセタンはだいぶでかいな。うん、強い。はい。おーい。ほら。バニシングないの知ってんねんぞ。おとなしく当たれ。強い。よし。21号の服のセンスだけはちょっとあれですけどね。どういう服着てんのこれ。白衣の下よ。センスなさすぎでしょ。まあでも21号に変身してからの服は割と好き。あれおいどっか行きましたね。なんやそれ。まあまあまあどっちにしろって感じでしたね。うん、問題ないです。ポイントの糧になりなさい。おい、コンピューターがな回避してきたらめちゃくちゃ邪魔くさいですよね。思いません？ええー、てみたいな。あざした。ごめんなさい。私にも譲れないわけがあるんです。はい、マッチングしました。未来パーティー対戦やっていきましょう。お願いします。未来なのか髪の毛なのか、それは全く分かんないですね。この3体強いな。安定感がある。すごい。火力も悪くないしね。危なえい、キャラチェンしない。
当たんのこれ。タックル、タックル、タックル、タックル。おい、マジかよ。さよなら。もうタックル三昧よ。タックルのオンパレードや。ガンガンよ、ガンガン。はい。このまま落ちそうやけどね、なんか。落ちないか、さすがに。いや、いけそう。ライジングは溜まったね。強い。素晴らしい。いや、動かないか。はい。はい。おいしい。さあ、こっから21号行きましょう。まあ、ライジングでいっか、これ。多分落ちひんでしょうし。無理だよな。まあまあまあ、ライジングでいいわ。3対1にしちゃえば。